はい、皆さんこんにちは。建築の大学教授で不動産投資家の三河です。三河こと原口秀明です。この本を使って一級建築士受験スーパー記憶術についてお話したいと思います。今回は6回目でコンクリートの養生、指割れの形などについてお話したいと思います。それでは早速いきます。60ページです。60ページもう少し大きくしてこれぐらいでしょうか。初中コンクリート、初中コンクリートマスコンクリートでは荷下ろし時のコンクリートの温度は何度 C 以下、荷下ろし時ですね、ミキサー車から下ろす時の温度は何度 C 以下にしなさいと。35度 C 以下です。35度 C 以下と。これも丸ごと覚えましょうと。サンゴの国は暑いと。35度 C 以下。サンゴの国は暑いと。で、サンゴが群生と。マス。マスコンクリートっていうのはすごい分厚い、ごついコンクリートですよね。基礎張りとか、あと、まあ、土木ではダムとかああいうものですね。で、25度 C 超で初中になります。25度 C 超で初中。これは日光で覚えましょうと。日光が照ってる25度 C 超で初中コンクリートで、暑い最中のコンクリートですね。で、サンゴの国は暑いで35度 C、以下と。荷下ろし時のコンクリートの温度は35度 C 以下で、サンゴが群生と。マスコンクリートも35度 C 以下と。まあ、こっち覚えなくても、これで両方って覚えてもいいですよね。要するにマスコンクリートっていうのは、すごいでかいんで、真ん中辺がすごい熱くなっちゃうんですよね。なので、まあ、初中と一緒ということですね。で、初中コンクリートの適用期間は、日平均気温の平均値が25度 C を超える期間と。まあ、25度 C を覚えましょうということですね。で、この25度 C というのは、S、S 覚えてますでしょうか、補正値。補正値で、8から25度 C の時は3ニュートンと。で、これを超えると、あるいはこれ未満だと、25度 C を超えて、8度より未満だと、6ニュートン足すと。いうことです。これ覚えてます。これ重要なところなんで、忘れた人は覚え直してくださいと。箸2個で挟んだものに胃酸を加える。酸を加えると。胃酸の酸を加える。3ニュートンを加えると。いうことですね。で、ちょっと復習で、貫中コンクリートですね。貫中はどうだったかというと、荷下ろし時のコンクリート温度は何度 C 以上で、5度 C 以上と。腰を温める。寒い時は腰を温めるで5度 C 以上と。5度 C 以上にすると。で、練馬節水、骨材の温度は何度 C 以下と。これは工場の方の話ですけども、40度 C 以下のぬるめがいいと。油温は40度 C 以下のぬるめがいいと。そうするとずっと入ってられて気持ちいいとさ、貫中だと気持ちがいいということですね。で、貫中コンクリートの適用期間というのは、4度 C 以下ですね、4度 C 以下。冷たいのはよしてと、冷たくするのはよしてと、4度 C 以下と。ということで、覚え直しておいてください。で、次。コンクリートポンプによる圧送で、まあ普通これでありますよね。ミキサー車のを、ポンプ車の横につけて、そこにこうレールを引いてザーって流し込んでいって、でそこでぐるぐるポンプでビューンと送るんですね。でそこパイプがついていて、トラックにパイプがついていて、高いところまで持ち上がるパイプで、それで圧送すると。で、なんだっけ、粗骨材の最大寸法が20ミリから25ミリの場合の輸送管の予備寸法、要するに輸送管のパイプの寸法ですね。は 100A 以上と、100A 以上。で、日本国百景を輸出すると、輸出と引っ掛けてると。日本国百景ってこういう絵はがきのセットを輸出する。日本国で25、2で20と。20から25。百景で 100A の K って、直径の K を輸出すると。で、100A とは、交換の内径が100ミリを指すと。交換の、内側の直径が100ということです。粗骨材最大寸法が40の場合は125の方を使うと。125A を使うと。100A か 125A で、粗骨材最大寸法が20から25の場合は100を使うということですね。はい、次のページ。次のページは61ページ。で、コンクリートの打ち重ね時間。要するに生コンをこう打って、で、しばらくしてぐるぐる回しながら、壁とかはぐるぐる回し打ちしますけども。で、しばらくしてからまた打つと。で、その間隔があまり長いと、こう、コルドジョイントになっちゃうんですよね、途中で。こう、ピーってこう、これが壁だとすると、ピーってなってしまうと。で、これ、吹き抜けの壁だと結構大変なんですよね。で、いちご缶ジュースを注ぐ。150分、120分と。で、150分の方をまず覚えると。25度 C 未満では150分で。25度 C 以上、これ25度ってよく出てきますよね。以上では、120分と。25度 C 以上で120分。さっきは超えるになってて、今度は以上なんで、ちょっとこの辺やらしいんですけどね。これ統一してほしいんだけど、これ境界の扱い方。ただ、この、気温でぴったりの気温なんてないですからね。
で、いちご缶ジュースを注ぐ150分で打ち重ねろということです。で、前に打ったところと、で、いちご缶ジュースを注ぐと、後に打ったところと、いちご缶ジュースを注ぐ150をいっぱいいろんなところで使っています。混合体コンクリートの強度試験は150流米ごとに1回と、150流米ごとに1回検査すると、1回ってことは3本取って平均を取るということですね。で、打ち重ね間隔の時間が150分。これが今のところですね。150分。で、生コン作業の積載荷重は 1.5kN パーヘベと。1.5kN パーヘベ。だから 1500N ですね。1500N だから 150kg ぐらいですね。で、僕はいつも、ニュートンだとピンとこないんで、キロに換算するんですけども、150kg だと大体どんなもんかわかるじゃないですか。で、1500N言われてるとどうもピンとこないですけどね。まあ皆さんどうですかね。で、積載荷重っていうのは作業荷重プラス衝撃荷重のことです。作業荷重プラス衝撃荷重が150キロと、1.5kN と。で、これで缶ジュース。いちご缶ジュースで缶でキロニュートンということで、高い壁を回し打ちする場合、回し打ちってぐるーっとこうやって打っていくんですよね。いっぺんにこう一箇所打たないで、こうやって重ねながら打っていくんですけども、あまり時間を置くと前に打ったコンクリートとの間に、コールドジョイントになってしまうと。コールドジョイントですね。一体化しないジョイントの部分をコールドジョイント。そこでちょっと冷えちゃって固まっちゃって、コールドジョイントって言いますよね。で、こう、変な筋ができたりしますと。これどう頑張ってもなかなかしちゃうんですよね。こう、現場でこう、一生懸命こう、バイブレーター突っ込んだり、棒を突っ込んだりですね。こう、木槌でどんどん叩いたりするんだけども、どうしてもこれができちゃいます。高い壁は特にそうですね。で、棒型振動機の挿入間隔は何センチメーター以下。まあ、バイブレーターって言いますね。60センチメーター以下と、ロックになる前に振動させる。これね、バイブレーターでムレムレっていうこれを作ったんですよね。バイブレーターでムレムレ、まあ、このビデオ見てる人はそれで覚えちゃってもいいと思うんですけども、ムレムレ、別に深い意味はないですよ。深い意味はなくて、バイブレーターでムレムレ、60センチ間隔でこうやりましょうということですね。で、それ編集者にカットされて、これダメですと言われて、で、しょうがなくこれロックになる前に振動させる。まあ、どちらも好きな方で覚えてくださいと。で、液状化させて型枠の隅々まで行き渡らせる。振動で液状化させるということですね。で、砂なんか液状化しますよね、地震で。液状化でも水みたいになって、沈んだり浮かび上がっちゃったりするんですよね。で、前に打った層の上に打ち重ねる場合は25度 C 未満で150分以内、25度 C 以上で120分以内に前の層までバイブレーターを入れて液状化させると。150分120分は打ち重ね時間と同じと。150分120分は打ち重ね時間と同じ、いちご缶ジュースを注ぐと同じということですね。はい、次のページ、62ページいきます。62ページ、普通ポルトランドセメントの必需養生期間は標準で何日、長期で何日、これを丸を暗記しましょうと。これ1週間仕事して、仕事の後にビール飲んで喉を必需養生すると、まあ湿らせて養生っていうのは大事に保つって感じですよね。だからこう仕事の後はビールで必需養生、週5日ビールで必需養生、まあ仕事は普通週5日なんで5日必需養生で、週は7日と。だから7日間やっちゃってもいいんだけども、長期だと7日以上やれと。で、標準だと5日以上やれということですね。だからビールを5日間仕事の後に飲むので覚えておくと覚えやすいと思います。週5日仕事の後は必需養生、週5日仕事の後は必需養生、ビールで必需養生とグビッと。もう皆さんやってる人多いと思いますけども、で、次、あ、これは解説ですね。標準と長期で、まあ短期および標準だから、まあ短期も一緒ですね。5日7日、まず普通ポルトランドセメントから覚えちゃいましょうと。普通ポルトランドセメントですね。普通っていうのは総強でもなければ、低熱や中陽熱でもないということですね。で、低熱中陽熱はゆっくり固まるんで7日10日と、これに3足すと、あ、これ2足して3足してますね。7日10日で、総強は早く固まるんでもうちょっと早く、2引いて、これは両方とも2引いてますね。3日5日ということですね。まずこれ5日7日から先に覚えちゃいましょう。これね、5日7日から先覚えましょう。普通ポルトランドセメント、この普通ポルトランドセメントの普通とは、早くもなければ遅くもなく普通ですということで、まあ、要するに普通のセメントってことですね。で、普通コンクリートっていった場合は、骨材が普通ってことです。骨材の子とコンクリートの子を対応させて、普通コンクリートは骨材が普通で、軽量でも重量でもないという、骨材がですね。で、普通ポルトランドセメントは、固まり方が普通、スピードが普通と、いわゆる普通のセメントということですと、まあ、ちょっとしつこいですけども言っておきますと。で、混合セメント B 種は出陣養生期間は標準で何日以上と、7日以上と、
で、棍棒は長いと。棍棒は長い。棍棒は 7日以上。前にも棍棒って出てきましたけど、棍棒は長いと。で、今度はブレー、棍棒はブレーっていうのが出てきましたけどね。水セメント比で。で、高炉セメント B 種、フライアシュセメント B 種、中央熱及び低熱ポルトランドセメントは、水和反応が遅いため、湿潤養生を長く取ると。まあ、ゆっくり固まるために湿潤養生を長く取ると。B 種っていうのはいっぱい混ぜちゃってるわけで、セメントの代わりになるもの。高炉とかフライアシュとかを混ぜちゃうので、高炉のカスとかですね。これ、発電所のカスとかを混ぜてるんで、その分、セメントが少ない分、ゆっくり固まるんで、長く取るということですね。まあ、1週間で覚えておいてもいいと思います。棍棒は長いと。で、次、63ページ。コンクリートの温度は5日以上、何度 C 以上に保つ。これ5日ですね。何度 C 以上かというと、2度 C 以上と、2度 C 以上。週5日、ビールで湿潤養生は同じですね。週5日、月下水木金、5日、ビールで湿潤養生と。つまみはニシンと。ニシンをつまみに、ニシンをつまみに、ビールを飲むと。ビールは塩分をいっぱい取った方がうまいと。喉が渇くんでうまいんですよね。で、僕は心臓悪くしちゃったんで、医者から塩分を取るなと、ビールは飲むなと言われてるんで、こういううまいことはもうできなくなってますよね。で、2度 C 以上、5日以上ですね。2度 C 以上、5日以上、5日以上、2度 C 以上に保てということですね。で、次。あ、これ解説ですね。湿潤養生5日以上で保温で2度 C 以上。まあ、寒い時は保温で2度 C 以上にすると。保温で2度 C 以上ですね。もう雪が降ってる時なんかで、まあ、打たない方がいいんだけども、僕は一度やったことあって、こう完全に囲い込んでですね、足場の周りにこうシートを囲って、中にガスバーナー、あ、ガスじゃないや、あれなんだっけな、灯油かな、灯油のバーナーをバーってやって、温めてやりましたね。もうやめた方がいいって言うんだけど、社長、そこの社長がですね、急いでるっていうんで、やったことあります。2度 C 以上ですね、2度 C 以上。湿潤養生、5日以上、2度 C 以上、5日以上、2度 C 以上。5日は標準で、標準短期が5日で、長期、超長期は7日ですね。で、あ、で、2度 C 以上は5日です。5日以上は2度 C に保てと。5日以上は2度 C 以上に保てと。で、気温が低いと水和反応が進まず、冷夏では水が凍って膨張し、コンクリートが壊れる。凍害って言いますね。水が固まると、固体になるとこう膨張する性質がありますね。なんか水分子よりも氷になった方が、その結合がこう離れるらしいんですね。で、浮くじゃないですか、水に。氷が。だから膨張して浮いてるわけですね。あれが悪さするんですよね。いろんなところ。水道管も破裂したりしますよね。で、だから給水管は保温するんですよね。で、なんだっけ、打ち込み後、5日以上は2度 C 以上に保つと。5日以上は2度 C 以上に保つと。つまみはニシンと。で、次。何ニュートンパー平米以上で、あ、パー平方ミリメーター、ごめんなさい。これ重要な間違い。何ニュートンパー平方ミリメーター以上で、湿潤養生の打ち切りが可能と。普通5日で打ち切るんだけども、もっと早く取りたいっていう、さっきのせっかちな社長みたいなやつがいるんですよね、クライアントさんに。そうするとどうするかというと、10ニュートンで、10ニュートン以上でまあ取ってもいいよっていうことですね。で、湿潤で順、湿潤で順 10N と、湿潤で 10N と、打ち切り、湿潤の順で、湿潤の順で 10N、順で10の N と、10ニュートンと、10ニュートン、10ニュートン以上だと、まあ、短期標準の場合、10ニュートン以上だと、打ち切っていいよ。湿潤養生10ニュートン以上だと打ち切りが可能と。で、長期だと15ニュートン以上と。これがいっぱいあるんだよね。JAS の表で。これ、困りますよね。受験生ね。まあ、実務ではもうそのマニュアルを見てやればいいんで、まあ、暗記でやろうとすると危ないじゃないですか。で、マニュアル見てやればいいんだけど、受験する場合、建築士受験する場合は覚えなきゃいけないんで、もうこう、無理やりにでも覚えておいて、まあ、頭に入れておくというのがいるんですよね。まあ、仕方ないです。宿命ですからね。で、64ページで、上、寒中コンクリートは平均気温が何度 C 以下、初中コンクリートは何度 C 超え、で、4度 C 以下、25度 C 超え。あ、さっきも出てましたけど、冷たいのは良し手で、寒中コンクリート4度 C 以下。で、日光で暑いで、25度 C 超えで、超えで、初中コンクリートと。いうことで次、寒中コンクリートでは、初期凍害を防ぐ初期養生は何ニュートンまで行うと。初期養生は何ニュートンまで行う。5ニュートンまで行うと。凍らせない期間と。初期凍害を防ぐ初期養生は5ニュートンまではやると。
凍らせない期間、5ニュートンまでは凍らせてはダメよと。凍らせないで、凍で5ニュートンですと。この辺暗記することいっぱいありますね。コンクリートが見えがかりとなる場合、塗装などの仕上げが極めて薄い場合は、仕上がりの平坦さは何メーターにつき何ミリ以下と、3メーターにつき7ミリ以下と、平坦ではないと波。で、波打つと。波打つ。で、この波から、この壁の波から3メーターと。この波の形から3メーター。で、波っていう字から7ミリと。7ミリ以下。波から7ミリ以下と。で、この波の格好から、壁の形から壁の長さが3メーターと。3メーターにつき7メーター、あ、7ミリ以下にしろと。3メーターにつき7ミリ以下にしろということですね。平坦さですね。はい、次、65ページ。セメントペーストが回ってない。豆板状の部分を何とかという。ジャンカというと。あ、これは覚えた方がいいですよ。実務的にも。ジャンカ、ジャンカ、ダメジャンカで覚えましょうと。ジャンカ、ジャンカ、ダメジャンカと。で、タンピング。生コンの表面をバンバン打つ作業。これ機械でも最近やってますね。バタバタバタっていう機械。昔あの、重たい、木の重たいやつを2人でバタンバタンやったりする。まあ、あっちの方が効きそうですけどね。機械でバンバンバンってやるやつもありますよね。タンピングや湿潤養生を怠ると白くてパサパサなコンクリートができると。コンクリートは黒くてツルツルしてる方が強度耐久性があっていう。あ、これ覚えておいた方がいいですよ。黒くて鏡面になってるのがね、いいコンクリートなんですよね。同じ水セメント比で打っても、あのこう養生とかこう片枠早く外しちゃうと、早く外すとこう片枠があの湿潤養生してるわけで、外しちゃうとこう水が抜けていくわけですよね、表面から。なんかあんまり良くないんですよ、早く外すと。でも、あの、クライアントの要望から早く外したがるわけですよね。で、ジャンカの周囲の弱いコンクリートは剥離取り、水洗いした、このジャンカの話ですね。水洗いした後に水の少ない型練りのモルタルで補修すると。まあ、コンクリートで補修してもいいんだけど、砂利が入ってるから、あの、補修がしにくいんですね。ジャリジャリしてて。で、モルタルは、あの、砂しか入ってないんで、綺麗に、治ると。まあ、強度は似たようなもんなんで、いいですよね。で、豆板とは豆を砂糖で固めたお菓子で、ジャンカに似ていると。まあ、こういうお菓子は昔、今でもあるかな、豆板って。で、白くて、すいません。白くてパサパサは良くないコンクリートと。で、黒くてツルツルは、黒ツルはいいコンクリートで、十分な締め固めと、十分な湿潤養生でこうなるということですね。で、この良くないコンクリートは、例えば巣ができると。巣っていうのはこう、気泡みたいにこう、まあ、気泡とは言わないけど、まあ、空気の穴みたいなのができていると。で、あとコールドジョイントですね。さっき言ったこう一体化してないこう筋みたいなのができると。先に打ったコンクリートが、先に固まって一体化してないと。あと砂筋って言って、硬く表面の部分で水がザーって流れちゃって、砂だけ残っちゃって、ここがあんまりちゃんと固まってないと。で、まあ、ジャンカの一種だけど、ジャンカほど豆板っぽくない、なんか砂休みみたいな感じになってるところですね。あとジャンカはこう下の方とか、窓の下とかですね、よくできてるんだけども、まあ、よくではないけど、ちゃんとこうやってないと、よくできます。あと棒でついたりしますね。あの、バイブレーターだけじゃなくて棒を使ったりします、ね。で、ジャンカ、セメントペーストが回ってないんで、ジャンカ。セメントペーストってあのセメントのりですよね。セメントプラス水ですね。プラス若干の空気。で、あと水セメント比が、大きいと。要するにセメントに対して水が多いとこうなりやすいということですね。ただ調合だけじゃ決まるんじゃなくて、打ち方とか湿潤養生で決まってくるというのは大事な点で、これ割とね、ゼネコンさんの作業見てても結構適当だなと思う時ありますね。これで結構上張っちゃったりするんだよ、見えないということで、ここはしっかり打たないと、強度が出にくいですよね。で、ここあの注意してください。見えなくなっちゃう部分だけど、白くてボソボソがダメなのかと。緻密で黒光りするのがグッドよと。で、鏡面になるということですね。緻密な水和結晶はガラス質となるんで鏡面に近くなるんですよね。で、あと、高強度コンクリートも、こう、黒っぽくなりますね。白じゃなくて黒っぽくなってますね。で、次。66ページ。コンクリート中のカルシウム分が水で溶け出し、水が蒸発した後に析出する白い汚れは、エフロレッセンスというと。エフロレッセンス。発火とも言いますね。で、エフロでもエフロ。エフロでもエフロで覚えましょうと。で、次。先端ひび割れはなんとかほか、あ、ここからひび割れの話ですね。66ページからひび割れの話、これ大事ですね。これ試験でもよく出るんで、形ごと覚えると。ひび割れ、先端ひび割れのなんとか方向、曲げひび割れなんとか方向で、先端ひび割れ斜め方向、バッテン方向ですね。こう。で、曲げひび割れ、こう縦横ですね。梁に対して縦で、柱に対して横ですね。要するに直行方向ですね。
で、スラブ仮面だけ斜めがあるということですね。で、覚え方は一応作ってみました。選抜野球のカーブは縦横のみと。選抜野球でプロほど高度なカーブが投げられないくて、こう縦横と。選抜野球のカーブは縦横のみで、先端は×方向で、でカーブって曲げは縦横のみと。で、先端っていうのはこういうやつですね。だから、こういう方向です。こういう方向。そうすると、平行四辺形になると。で、平行四辺形は対角線が引っ張られますよね。こう、もうちょい大きく。対角線がこう、こっちの対角線が縮んで、こっちの対角線が引っ張られると。で、引っ張られる方がコンクリートは弱いんで、引っ張りはもう圧縮の10分の1ぐらいしかないんで、これ簡単にパキッていくと。ということで、こういう地震の時は、こういっちゃいますと。こういきますと。で、ここ、柱の場合は、これ単柱破壊って言いますけども、ここが硬くて、ここが柔らかいんで、変形がここに集中してすると。これ単柱破壊って言いますよね。単柱破壊。で、まあ、全性破壊。簡単に破壊、パキッていっちゃう破壊、全性破壊。せんべいを割るみたいにいくと。で、まんじゅうを割るみたいに粘り強く破壊するのは人性破壊ですね。人性は粘り強く。ぜいぜい言ってすぐ壊れる。人性破壊。で、これも×です。×。で、これを防ぐには、こう、長柱化っていって、ここをすぐ壊れるようにしとくんですよね。ここをすぐ壊れるように。構造スリットって言いますけど。そうすると、この柱が長くなって、こう、ゆっくり曲がるようになるんですね。こう、ゆっくりこう曲がると。ゆっくり。まあ、曲がるってこう、先端ですね。そうすると、こう、単柱破壊しなくなると。ここを壊して、真ん中を、大事なところを壊さないと。で、針は、ここはこうなって、ここはこうなってって。この図ゆっくり見といてくださいね、後でね。で、こう、こいつはこう、こっちから、こういう風に変形するんで、もうちょっと大きくしようか。こういう風に変形するんで、こっちに引っ張られるんで、要するにこうなると、この対角線が伸びて、この対角線が縮むから、こっちにこうなるということですね。で、曲げによるひび割れは、まあ、これは簡単で、こうなってると。カーブは縦横のみ。選抜野球のカーブは縦横のみ。で、こうなってると。いうことですね。これが曲げですね。曲げもこう、まあ、モメント図は後で出てくるからいいか。で、スラブ上面はこうなって、スラブ仮面だけこう、ちょっと斜めに入るところがあると。こういう感じになりますね。まあ、これ形ごと丸ごと、後でもうこのページ何ページ ?66 ページ、じっくり見といてくださいと。平行四辺形は対角方向に引っ張られると。これよく覚えておくと。で、次のページ、67ページ。あ、これもちょっとやらしい部分で、これパネルゾーン、ま、パネルゾーンって言ったり、まあ、接合部って言ったりしますね。ここ違う動きするんですよね。こうだと、こうだとこっちに引っ張られるか、こうなるじゃないですか。こう。でも、ここだけは、こっちなんですね。まあ、パネル部分だけ逆になるって覚えておけばいいんだけども、なんでかっていうとですね、こう鉄筋の引っ張り、この針がこう曲がろうとして、この針がこう曲がろうとして、この柱がこう行こうとして、こういうことすると。まあ、曲げがこうなると。そうすると、こっち側が引っ張られる。鉄筋がこう引っ張られるんですね。で、そうすると、こういうふうに変形すると。なので、こっちになるということですね。要するに、これ、針と柱がここにくっついてて、違う挙動をするんですね、ここだけ。これ、大事な部分なんで、で、これ試験出てるんですよね。やらしいことに。なので、まあ、こうやって考えちゃっていいんだけども、こう平行四辺形で。ただ、パネルゾーンだけ逆だよっていうのを覚えておいてください。で、どうしても理屈で覚えたいって人は、この図をよく後で見て覚えてくださいと。で、次。で、あ、これ僕、構造の先生に教わったんですね。RC の専門家の先生。なんでこうなるのかっていうんで、鉄筋で考えてみろって言われて、で、その先生もなんか構造の専門家にもこれを教えたって言ってましたから、ここ割と迷う部分らしいんですよね。で、延直荷重、末荷重、おのおのが働く、門型ラーメンの曲げひび割れの形は、ということで、延直荷重ではこうなりますと。で、水平荷重ではこうなりますと。これ簡単には覚えられないんだけども、この曲げモーメント図を覚えちゃうとすぐ出てきます。曲げモーメント図を覚えるとすぐ出てくる。で、延直荷重はこういう形してますと。で、水平荷重はこういう形してます。で、こっちからかかると逆にこういう形になると。逆ですね。完全に逆になると。いうのを猫で覚えましょうと僕は奨励してますね。で、猫で耳が立ってて、顎の形がこうなってると。で、こう曲げモーメント図の側が凸なんです。曲げモーメント図の
側がこの側がこうなってると、そうするとマグネモーメント図の側が引っ張られているということですね。で、端っこはこうなってる、これ上が引っ張られてるということで、これだと真ん中と上がひびがこう縦に入るっていうのが分かると思うんですよね。でこっちは、上が、例えば柱は上が、まあ、こうなってるってことですね。こうなってると、上が右側に入って下が左側に入ると、右側に入って下が左側に入る。で、梁はこうなっ、こう右にこう倒れるから右にこう倒れるんですね。なので下に入って上に入ると。で今度は左側かかると、左にこう柱が左に倒れて梁がこういう感じになるんで、右が、右下がこうなって、左上がこう縦に入るという形になるんですね。まあ、これもゆっくり眺めといて、これよく出ますよ。よく出るし、あと構造の問題でこう曲げモーメントからどうのこうのっていうのもよく出てくるんで、この形はもう完全に覚えちゃうといいです。でこれが多スパンラーメンでも、まあ、似たような形が続くだけなんです。で中柱はあまり両側から曲げられるんで、あんまり これが大きくなんなくて、てかあんまりなんなくて、で端っこだけこう出ると。でこういうのは全部にこうありますね。でこれ水平力はもう各層ともこんな感じになってますね。もう同じ形がこうつながってる感じになってます。多スパン多層でも似たような形になってますということで、はい、次、68ページで、あ、乾燥収縮ひび割れも覚えましょうということで、収縮する距離が長い方に引っ張られるって、これ理屈でも分かりません。距離が長いほどこう収縮するじゃないですか。でこっちの収縮よりもこっちの収縮の大きいはずですよね。こっちの収縮の、そうすると収縮すると、これはあの両側が自由だからこう中に入っていくけども、両側こう拘束されてると、こう収縮すると、こう割れちゃうわけです。割れちゃうと引っ張られるんで、こう拘束されてると、こう収縮、これが収縮しようとすると、こうこれが引っ張られて割れてしまうと、なんか真ん中に割れると。あとここもこっち方向に引っ張られるというんで、こんな感じになる。でこの窓のここもこんな感じになると、まあこれ先端でもこういう割れしますけどね、こう収縮でもこういう割れが起きると。なのでこう窓のところにこう、ここに敵、こういう形で補強金を入れますね。こういう形で D13 とかの補強金、あとまあ縦横に壁金が入ってるんだけど、 D10 の壁金入れるんだけども、その他にここにこういうふうに入れますね、補強金。これを防ぐためにね、乾燥収縮ひび割れです。これも出ますんでよく覚えておいてください。はい、次、ひび割れ誘発目地で囲まれた面積は何平米以下、辺長比、まあ、これアスペクト比とも言います、ね、長辺ある短辺は何いくつ以下と、25平米以下 1.25 以下と、まあ、こんなことも覚えるのかと思うんだけど、まあ一度かな出てるんで、覚えちゃってください。25平米以下で 1.25 以下と、で日光もひび割れの原因と、25平米と 1.25 の日光と、でこうひび割れの原因、日光もひび割れの原因、誘発目地を入れましょうと。こう長いところだとこうベロってなっちゃうんで、ここに目地を入れましょうと。これでもデザイン的にはかっこ悪いんですよ。デザイン的にはかっこ悪いんで、目地をいかに綺麗に入れるかですよね。まあ、こういうところは入るんだけど、やはりこうなんていうの、こう打ち継ぎ目地は、入ってポリサルファイドのポリサルのこうシールをするんだけども、こういうところにこうベンって入れるとかっこ悪いんですよね。だからまあなるべく窓と一体になるようにうまく入れるといいかなと。で辺長比、高さ分の長さ、この場合高さ分の長さが 1.25 以下と、で囲まれた面積25平米以下ということで、はい、最後の1ページ頑張りましょうと。主要なひび割れと対策で、水分の蒸発、乾燥ひび割れは水分の蒸発が原因と、こうやってこう収縮していくと。で耐水量を減らすと、これ水を減らすっていうのは全てにおいて正しいですね。全てにおいて正しいと、強度も正しい。であと水セメント比の小さい、まあ同じことも言ってるわけですけど、型練りの生コンをしっかりと締め固めしっかりさせると。で突き固めもしっかりすると。で湿潤養生すると、湿潤養生大事なんです。湿潤養生だから水まくんです。水まくと、スラブの上に水まくと。ただまたあの急いでる人はもう次の日にもここ積み出しやってますね。でこれ結構よくやってるんであんまり良くなくて、水をずっと撒いてた方がいいんですよね。で、骨材や石灰岩の採石とすると、いいと。で、収縮低減剤、膨張剤を使うと、なんか白い液体撒いたりしますね。こう水分の蒸発を防いだりする。あと膨張剤っていうのもあって、ここら辺だけ膨張させるというのもやると、もう薬でなんとか頑張ると。であと打ち込み直後に表面水に蒸発があってピピっていっちゃうと、こういうプラスチックひび割れ、特殊なっていうか乾燥収縮ひび割れの1バージョンですけども、直後に起きるやつで、ひび割れです。
ひび割れですね。ですぐタンピングして鳴らすと。タンピングしてパン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 と叩いて鳴らすのと、直射日光が当たらないようにするということで、次、自己収縮ひび割れで、セメント粒子が水和反応でセメントが自分から収縮すると。これセメント粒子、超拡大した図ですけど、それが収縮すると、水和反応で収縮すると、バキッていくと。で、単一セメント量を減らすと。ただ、あんまり減らすと強度が出ない。で、水セメント比が、大きくなっちゃうんで、それも適量に減らすと。要するにセメントが多いからこうなるということですね。で、あと次。で、温度ひび割れっていうのがあって、外側が冷えて収縮して、内側は水和熱で膨張してると。膨張したまんまで外側だけ冷えると、こう収縮してきて、こうピカピカっていっちゃうということですね。で、単位セメント量を減らす。これも単位セメント量を減らすと。要するにセメントの水和熱で、膨張するわけだから、セメントを減らさなきゃならない。あと、低熱性のセメントを使うと。中央熱とか低熱のセメントを使うと。で、次。で、アルカリ骨材反応で、ひび割れすることがあると。で、アルカリ骨材反応っていうのは、このアルカリと、シリカが反応して、ここに、吸収しやすい物質が、水を吸収しやすい物質ができて、それが、こう、水を吸って膨張すると。で、気候上、マップ上の割れができるということで、アルカリ量を 3kg パーリューベ以下とすると。ミキちゃんと歩くと。これ前、説明しましたけど。まあ、これだけ、ひび割れ対策があると。あと、構造的なひび割れは鉄筋ですね。鉄筋でカバーすると。あと、この、あれ、誘発目地ですね。ひび割れ誘発目地でカバーするということですね。このラーメンの図は非常に重要で、モーメント図ね。知らない人はもうこのまんま覚えちゃってください。このまんま。そうするとだいぶモーメント図見るの楽になります。これ変形がこうなって、ああなってって考えてると、結構ね、ここ、あれどうなってんだっけなっていう感じになるんで、特にこちらね。なので、覚えちゃうということですね。あと、この割れの方向も覚えるということと、この、スとかコールドジョイント、ジャンカー、砂筋の名前を覚える。で、黒くてツルツルがいいと。十分な締め方で、ね、と湿潤養生です。湿潤養生はとにかく重要で、片枠はなるだけ長く置いといた方が本当はいいわけです。外した段階でも湿潤養生じゃなくなるんで、なるだけ長く。で、表面のスラブもですね、すぐに作業始めないで、しばらく水をぶっかけておくとか、太陽が当たっちゃう場合は、むしろをかけて水をかけておくとか、そういうんで、まあ、1週間と言わず、2週間とか置いといた方が絶対にいいわけですよね。で、この辺の日数ですね、湿潤養生の日数5日以上。7日以上、2度 C 以上というのこういうのを覚えていってくださいと。で、打ち重ね時間は150分、120分と。これ、150分経ってなくてもですね、これ以下でやっても、こうコールドジョイントできちゃいますよね。特に高い壁できますんで、これ、相当頑張ってやってもできますよ、僕の経験上ね。なので、これ、なるたけ短い方がいいんだけども、あんまりこう、早く回すと、あんまり下に溜まっていかないじゃないですか。なので、これ結構大変ですよね。だから打ちっぱなしやる場合は本当大変ですね。で、初中コンクリート、貫通コンクリートね。この辺もしっかり覚えてください。数字を覚えるということですね。で、実務では、ある程度知ってれば、あとはマニュアルをしっかり見て、管理すると。あるいは設計するというのは大事なんだけども、試験ではやっぱりある程度覚えないともうしょうがないじゃないですか。なので頑張って覚える。僕は暗記が苦手で偉そうなこと言えないんだけども、まあこうやって工夫して、僕は工夫して覚えましたんで、皆さんもいろいろ工夫して、まあ、覚えてください。なんか僕の教えてる学生は電車の中でこれ、あ、電車の中じゃないや。あれだ。電車の中他の人だ。製図しながら見てるって言ってましたね。製図しながらながらで、こう、音流してる。繰り返し聞いてるって言ってましたんで、そういうやり方もいいかなと思います。覚えやすいと思いますんで、活用してください。はい、今日はここまでです。ちょっとでも役に立ったと思うけど、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではさよなら。